こんばんは。こんばんは。こんばんは。ちょっと今日もお風呂上がってから配信してるんで、ちょっとすいません、なんかボサボサで。こんばんは。やっほー。髪くくっといた方がいいかな。まあ、いっか。遊びに来てありがとう。こんばんは。おやすみおやすみ。あ、金魚さん、ご近所さんって言うんだ。金魚様、こんばんは。遊びに来てありがとう。遅くまでありがとうね。遅くまで、遅くなのにありがとうねだ。やっほー。ちょっと待ってね。はい、ショールームつけた。寝不足、昨日やばいんです。最長寝れない最長記録更新しちゃったんですよ。私昨日4時まで4時まで寝れなかったんですよ。結局みたいな、今までで一番眠れなかったの。755に登場したりもしたんだけど。そう、こんばんは。朝じゃんだよね。やばくない？布団入ったの12時なんだよ4時間寝れないってどんだけ。そう、髪くくってたらドキドキするかもしれないから、くくってなくて。くくってるの好きなの？嬉しい。朝起きて755見てびっくりした。そうだよね、オールするチャンスだったけどね。寝ないと寝ないとって思って頑張って寝た。そう、こんばんは。こんばんは。やばいよね今日は絶対に早く寝ないと。755に行っちゃったんですよ。すいません、通知で起こしてたらマジでごめんね。遊びに来てありがとう。ね、あのね、さっきね、さっきさ、メールに書いたんだけどね、あのね、新しくネイルしたんだ自分で。でも今取れたから、ちょっとくっつけるから、ちょっと待ってて、ちょっと待ってね。それくっつけたら見せたい。ちょっと今回は派手です。派手っていうかな、大きいの。これもメイクさんにもらったのつけたんだ。メイクさんにねもらったね、パーツをつけたの。ちょっとでかいんだ。めっちゃでかいけどかわいい。こんばんは。ちょちょっと待って。こんばんは。ちょっと待ってね。お、ここを取って、あ、できた。ちょっと大きいんださ。大きいんださって何弁？ちょっと待ってね。うわー、最悪。あー、待って、失敗した。ちょっと待って、失敗した。ねえ、失敗した。ちょっと待って、これは予想外だ。いたちょっとごまかした。ちょっと待ってね、今コメント読む。キャー、お待たせちょっとタンマ、まあいっか。ちょっと甘くなっちゃったけど、まあいっか。こんばんは。じゃあ行きます。今日のテーマはなんだろう、夏みたいな感じです。こんばんは。行きます。じゃーん、パステルカラー。これがメイクさんにもらったパーツ。あとこれも、じゃーん。ちょっとこれでこうやって見たら統一感ないな。どうですか、これやばくないですか、でっかくないですか。お母さんに見せたら出来物みたいって言われたから、それを意見は置いといて可愛い、ありがとう。やったー、全部デコった。最初さ、一部分しかねやってなかったんだけど、でも私は信じてる。だっておしゃれなメイクさんがくれたパーツだからおしゃれに決まってるもんこんばんは。これね、生活ね全然できるんです。あ、大ちゃんさん、お誕生日おめでとうございます。ハッピーバースデー、おめでとう。いい素敵な一年にしてください。爪ギャル、
めっちゃ楽しい。私もうこれ爪が可愛いっていうよりなんかつける作業が楽しくなってきている。このね作業が楽しいのもこうやってちょちょちょってつけるのが本当に楽しい。そう工程が楽しい。洗濯物に混ざってない。うん混ざってない。右手の人差し指これね見てラメなんですよ。これなんかねラメがあってそれをつけてみたんだよね。さっきまでやったからさここに道具がこれこのラメめっちゃ楽しい。メンバーのネイルしてあげたら、え、全然やる。全然、この私の、ただ下手で、しかもすぐ取れて、それでもいいなら全然やらしてほしい。ベースは透明です。人差し指は。で、この中指が可愛くできた。キラキラなんだ。こんばんは。こんばんは。あ、そう、鈴葉ちゃんのやったことある唯一。こんばんは。ビーズ素材み、確かにビーズみたい。女の子はネイル褒めたら喜ぶの。え、喜ぶんじゃないかな、多分。わかんないけど。こんばんは。こんばんは。あ、初めて、久しぶりのリップグロス、見ましたか皆さん。どうしてもね、初めてって言っちゃうんですよね、つい。私はマジでバカかもしれない。毎回曲名が覚えられない。いつ間違えて覚えちゃうの、いつも。今度は初めてのリップグロスって言っちゃって、この前はあのなんだっけ、ネモハモルモワーって言っちゃってて、でこの前のはハッシュタグ元カレですって言ってたの間違えて。やばいですよね、なんか理解力がないんですよね。そう、なんかその時元カレですの時にハッシュタグがついてたから、なんかそれも曲だと思っちゃって、あ、またハッシュタグなんだ、好きなんだ以来だとか思ってさ、そう、それでハッシュタグ元カレですってメールに書いちゃって、あの直された。こんばんは。そう、ルモアって言ってた、ずっと読めなくて。ずっとリップグロスの日はまだ覚えてないですね、まだレッスンなくて。そう、どんな感じだったかな。こんばんは。でも難しそうだったダンス、多分。こんばんは。めっちゃ可愛かったですね、皆様。ハッシュタグ元カレです。そう、でもルーマはもう言わないです。最初の時だけもうルーマーで完全に覚えた。そう、こんばん、確かに新芽のダンスだったね。目から金魚出てきた。やばい、飼ってるのバレる。ね、楽しみ。んー、王道、ね、確かに。こんばんは。ネモハモルモア。ルモアって読めません？なんか私、英語読めなくて。こんばんは。ね、ダンス意外と難しそうだった。先生誰だろう。こんばんは。ね、衣装も可愛かったし、みんなも可愛かったし、素敵。ルーマ。こんばんは。こんばんは。スイミーですか？スイミー懐かしい。ルモア踊っていいよ。ルノアールってなんだっけ、めっちゃ聞いたことある。あ、わかった、喫茶店じゃない。予想ついてる、ついてるけど2択で絞れなくてさ、どっちだろうかなみたいな。わかんない、違うかも、その2択も違うかも。こんばんは。公園で早く新曲見たい。あ、そうだね、確かに久しぶりの王道。あ、確かに王道系、あのなんだろう、明るい系が。こんばんは。喫茶店だ。こんばんは。喫茶店行きたい。お腹空いたから喫茶店行きたい、今から。空いてないけど。こんばんは。あ、画家って意味なんだ。そうなんだ、知らなかった。ザ・アイドルってかね、可愛かったよね、めっちゃ。昨日寝落ちして
でも見れなかった。あ、そうなの。おはよう。おはよう。スイミー絵本。なんかさ、国語で習った。国語か。国語で習ったスイミー。そう。せいちゃんもう歌う予定があるみたいな。あ、そうなんだ。どこかで披露するのかもね。こんばんは。ダンス曲じゃなくて安心した。いや、安心してない。だいぶむずそうだよ、あれ。だいぶむずそうだけど。わかんない。習ってないからむずく見えるのかな。やったらできるのかな。こんばんは。なんか難しそうだった、結構。確かに合わせるのとか難しそう。乃木坂さんも王道になったので。あ、そうなんだ。乃木坂さんも王道ソングなの？新曲？そうだね。そのうち公演で披露あるかもしれない。まだかな。でも今のところはまだ聞いてないけど。こんばんは。遊びに来てありがとう。あ、ポニシのね、可愛かったよね、めっちゃ。なんだっけな、あのなんかさ、ツイッターでさ、なんかなんだっけ、沖縄で着る予定だったみたいな書いてたよね。違うやつかな。私たちその時研究生だったからあれじゃない気がする。あれ見たことなかった私。だからなんかでもね、水着っぽい衣装があったの。だからそれの研究生バージョンだったのか。なんか黄色いさ、黄色いの着た水着みたいな衣装着てた気がする。そう、あれが先輩たちの衣装だったのかも。こんばんは。こんばんは。そう、なくなっちゃったけど、そう、それも水着みたいな衣装だったの。こんばんは。ちら、そう、小選挙のなくなっちゃったやつ。そう、だからそれの先輩のやつかもしれない。わかんないけど、めっちゃね、その時もね楽しかったんだよ。なんかね、あのね、そのなんだっけ、なんだっけ、あれ、ウォータースライダーとかね使うみたいな演出があったの。ウォータースライダーで登場みたいな、すっごい楽しみだったの。なくなっちゃった。そう、ピエンだよね。すごくない？ウォータースライダーでコンサート登場ってめっちゃすごくない？あ、そう、総選挙はあった。コンサートだけがなくなっちゃった。そうそうそう。そうなんですよ。ウォータースライダーのリハしてない。してないんだよね。そう。リハもなんか、テントみたいなとこで待機してたような気がする。よく覚えてないけど。そう、めっちゃ、あー、ボスどうなんだ。こんばんは。そう、無観客だった。懐かしいな。うん。選挙2018年が最後だったっけ。武道館コンサートも楽しみね。うちもどんなセトリなのか気になる。無観客って言いに、無観客ステージ足元ちい、確かに滑りそう。濡れると滑っちゃいそうだな。武道館立ったことないですね。多分ない、ないです。ぶっちゃけ選挙してほしい。してほしい。それはむずい問題だ。でもなんていうの、あるってなれば参加はすると思うけど、してほしいかっていうとどっちだろう。どうなんだろう。難しくない問題。なんかたださ、楽しいってはできないからさ、みんなの負担があるから。でもあるんだったら参加はすると思う。そう、こんばんは。こんばんは。初武道館、そうそうそう、立候補はするかな、わかんないけど。ないと思うけど、あの、あるとしたら。こんばんは。そう、なんでもとりあえず参加
型の人間なので、うん、とりあえずなんか参加。岡山市長選挙は出ませんよ、出れませんよ。こんばんは、こんばんは。なんか AKB にいるならその AKB のイベントは出た方がいいのかなって思うけど、でも自由参加とかのこともあるから人によるとは思うけど、わかんないけど。そう、360度客席なんだ、すごい。すごい。武道館ってさ緑のとこですよね、なんか緑っぽいですよね外観。違ったっけ、なんか緑系じゃない？緑系だよね確か。行ったことないですねうち、行ったことない。あ、じゃんけん大会懐かしい。じゃんけん大会懐かしいな。そう緑系、玉ねぎ、あー公園、あー、あ、1322日ありがとうございます。1324です。どこの最寄り駅はどこだい、武道館って。予想は、待って、予想しよう、予想は大手町。あ、全然違った。九段下かーい。九段下って聞いたことあるよ、でも行ったことないかも。あるかな、あるか、なんかで行ったかな、行ってないっけな。九段下か、大手町かと思った。あ、遠いんだ。大手町ってなんかいいよね。お、お誕生日、レグレソック、レグレソックさん？ちょっと読み方違ったら本当にごめんなさい。お誕生日おめでとうございます。ハッピーバースデー。素敵な一年にしてください。おめでとう。東西線か都営新宿線。あ、そうなんだ。うちさ、この前東京駅で迷子になって地下をさまよい歩いてやっと地上に出たらもう大手町に来てたことあるよ。なんか一駅越えてもうたって思った。あれ？東京駅はってなったらもう大手町まで来てた。めっちゃ笑った。東京駅で出たかったのになんか歩いちゃったみたい。なんか長いなって思ったら大手町ってなってた。超びっくりしちゃったんだけど。こんばんは。近いんだねあの辺。難しい難しい。難しすぎ。有楽町も行ける。え、そうなんだ。あの辺近いんだ。有楽町も近いんだ。有楽町っていいよね、なんか。なんかおしゃれな名前じゃない？有楽町って。電車で東京駅戻った？うん？戻らんかった。あ、八重洲、八重洲。ね、八重洲って言っちゃうけど、八重洲らしいね、正解は。なんか、この前、この前っていうかだいぶ前なんだけど、八重洲？あれ？どっちが正解？八重洲ってどこですか？みたいなの聞いたの。そしたら、あ、八重洲ですねって言われて、あ、八重洲かって思って恥ずかしかった。そう、八重洲って思っちゃう、どうしても。八重洲って言っちゃう。もう八重洲で6年間過ごしてきたからさ、もう八重洲って思っちゃう、どうしよう、もうダメだ。スコールのマニと一緒。もうずっとスコールのマニだと思い込んでたから、もう今更スコールの間になんて言えないの。もうね、頭に染み込んじゃってる。そう、確かに天王洲は図だよね。天王洲は図じゃない？こんばんは。こんばんは。天王洲アイルだっけ？天王洲アイル。そう、割と長い間八重洲で過ごしてる私。そう、確かに中洲は図だ。こんばんは。東京来て6年の人の会話ではない。すいません。すいません。そうだってさ、なんか思い込んだらずっとそれで読んじゃう。モサもモージャって言っちゃうし。そうなの。天王洲アイル行ったことある？え、ないかも意外と。何があるのやろ。
天王洲アイル行ったことない気がする。こんばんは。あ、花火上がってる。テレ東のスタジオある。あ、そうなんだ。そうなんだ。銀河劇場。東京に詳しくなった岡山の人詳しくなってるんでしょうか。私は夢の国行ったことあるよ。テレ東のスタジオあるんだ。そうなんだ。関西人はついていけてない。あ、一緒。私もなんかついていけないよ。ランランランはルンルン。確かにルンだよね、それどう見ても。でもランなんだよね、それ。ルンと書いてランなんだよ。お、2日もチーム B 初めて行く。嬉しい、ありがとうございます。クルタンの生誕祭ですね。もう乗り換えもスイスイでしょ。乗り換えはね、今のところスイスイしてる。ちょっと前に間違えたけど、でもなんかそれなりになんかもうどこでも行けるようになった気がする。行ける。そう、携帯使いこなしたらいける。でもね、東京にいるなって実感するのは東京タワーが見えた時、あとスカイツリーが見えた時もうさ、スカイツリー見たら私さ、あー、ホームって感じするもんこれ染まってる？もしかして染まってる？あー、ホームだわ、うちらのホームだわって思っちゃう全然まだ6年5年か、5年しか経ってないけど、あー、あるあるって思うでも写真撮っちゃう、未だに見つけたら無言で。パシャ。スカイツリーと東京タワーと、なんだっけ、あれなんだっけ、なんだったっけ、あれ、あ、レインボーブリッジ見ると写真撮っちゃう、未だに。だって綺麗なんだもん。5年いたら半分ホーム。え、そう、本当に半分ホーム。なんかさ、物心ついてからの5年だから結構長いのよ。こんばんは。でも子供の時の5年とはまた違うからさ。そう。そうなの。この前初めて劇場でかわいちゃん見れて嬉しく、嬉しい。ありがとうございます。六本木ヒルズは見たことないな。いや、あるんだと思うけど、どれがそれかわからんね。そう、どれからだろう、どれからあれなのかがわからないなしっかり都会の人や。スカイツリー登ったことないのよね。あのさ、なんだったかな、あそこ、空町、空町だっけ、空町、晴れ町だっけ、それも空町だっけ、晴れ町だっけ、空町だよね。空町しか行ったことないかも。登ろうとしたらね、追加料金がいったからやめちゃったんだよ登っとこうかな。こんばんは。乃木坂さんの子が、大丈夫ですか、そうなの、心配。そう、とにかく登りたい。高いとこ好きやけど、なんか地元じゃないところをさ、登ったところでどこかが分かんないから、楽しいか分からないけど、どうなんだろうね。え、私と一緒とか言って、すいません、私と一緒にしちゃダメですね。一緒だね。大丈夫かな。そうなんだ。こんばんは。気がないといいね。どうなんだ。あ、渋谷しか行ったことない。そう、行ったことないですね。行ってみたいですけどねなんで、行ってみたいけどさ、行こうってならないんだ。そう、うちインドアなんかな、もしかして。ね、心配だね。お怪我ないといいな。渋谷しか、いい、本当に。あ、軽症なの？え、本当ですか？よかった。こんばんは。軽症なの？よかった。
ってよかった。経験者分かってる。経験者、経験者すいません。本当にすいません、あの時は。あ、よかった。よかったよかった。ね。先輩とか言わないで。ごめんなさい、ごめんなさい。頭蓋骨にひび入った人知ってる？私です。こんばんは。そう、私も落ちたんだよね。4年前に。そう、こんばんは。そう。これみんな分かって聞いてるのかな？それとも、あれなのかな？私意識あったのか？意識なかった気がする。よく覚えてないんだよね、私もなんか。覚えてないけどね。よく覚えてないんだけど。本当にすいません、あの時は。ご心配をおかけして。なんかね、覚えてないんだけど、なんかね、立ってね、自分で腰掛けてたらしい。私覚えてないんだよね、それ。全然覚えてなくて、そう。無意識になんか言ってたらしい。そう。だから自分は覚えてないの。そう。立てたのかな、全然覚えてないけど、なんか言ってたらしい。見た人が言ってた。私はよく覚えてないんだよね。そう。そのニュース見て押し始めたなんて言えない。嬉しいって言っちゃダメだけど、ありがとう。ありがとう。そう。で、あ、やばい、やっちゃったって思って、ごめんなさいって思ってたのはめっちゃ覚えてる。ひたすら謝ってたの。すいませんって。だってさ、申し訳ない。そう。こんばんは。そう、今元気です、元気です。いやー、すいません、本当に。何のコンサートだっけな？ジャバージャだったかな？ジャバージャ。春のコンサートとかだった気がする。こんばんは。切り抜きで好きになった。嬉しい。ありがとう。そう。心が折れなくて、心はね、折れてないんだけどね。ね、本当に申し訳ない。埼玉スーパーアリーナ行くと思い出す。いや、思い出しますね。そうですね。ちょっとドジなのかと思った。いや、そう、もうね、そうなんだよね、なんか吸い込まれた。こんばんは。こんばんは。思い出しますね。すみた、ありがとう。やだ、ニュースになってた。やめてよ、一流アイドルとかが。私だけ一流じゃないから。そう。あ、コンサート行ってた。本当に来てくださってたの？嬉しい。4月1日になると思い出します。いや、本当にごめんね。すいません、本当に。でも今は元気です。こんばんは。落下記念日やめろ。やめろ。こんばんは。人生で初めて大怪我した。今まで私大怪我したことなかったんですよ。初めてしたんです。そう。そうなんです。え、目の前で見てたの？え、めっちゃごめんね。申し訳ない。そう、初めて大怪我した。いや。あ、お母さん、そう、来て、でもなんかその日夜だったから、来れなくて、こっちに。そう、だから次の日に来てくれました。そう。こんばんは。こんばんは。目とかも気をつけて、はい、気をつけます。気をつけますね。え、お母さんね、心配してた。
めっちゃ心配し、あ、もうダメかもって思って。こんばんは。そうで来てくれました。こんばんは。え、でも私結構ね、めっちゃね、めっちゃね、割と復帰早かった気がする。なんか早くなった早くなったんだよね、わかんないけど。こんばんは。そう、あつ、本当にすいません。本当に気をつけ、壁がこきってた。そう、なんか治ったかも。分かんない、一般的にどうなのか分かんないけど、なんか結構早かった気がする。分かんないけど、そう、7日休んだだけ。え、そうだっけ、そんなに短かったっけ。2週間ぐらいだっけな、確か2週間ぐらいだった気がする。4月1日、10日に退院したんですよ。だから10日ぐらいかな。そう、香りをし、え、本当にそれきっかけで、本当に嬉しい、ありがとう。確か4月10日だったのはめっちゃ覚えてる。短いよね、短いのか分かんないけど。そう、なんかその時に先生に、なんか先生に、いや、これで何もないのだいぶすごいですよみたいに言われたの。なんか奇跡的ですよみたいな、何も残んないのマジです、マジでとは、なんかほんとすごいみたいなの言われたの。そう、こんばん、こんばんは。そうだよ、そうなんだと。そう、あ、トラウマにはなってないですね、なってない。なんかその後もっと高いとこ立ったけどね、平気だった。そう、でもなんかその時ね、柏木さんの公演が あったんですよ、初日が。でだから激しい曲に出れなくて、でなんかマネージャーさんが一緒に来てくれたんだけど、先生にその一個ずつ見せて、これはどうですかみたいなこれは、あ、これダメです、これはどうですか、あ、これはまあいいと思う、これはダメですみたいな感じで全部見てくれて、でビバーと最終ベルだけダメだった。そう、それで、で、あ、みんなはさ、リバー、最終ベルとリバーと、あとなんだっけ、なんだっけ、あれ、最終ベルとリバーと、ね、シアターの女神だ、3曲中盤やるから、みんながリバーとか、リバーとかさ、やってる時にさ、私は楽屋で待ってるわけ、みんな汗だくなの。そう、それでみんな汗だくだから、それでさ、汗だくでさ、私だけさ、私だけさ、そのさ、シアターの女神から登場して、前髪とかめっちゃ綺麗なの。これはいけないと思って、申し訳ないって思っていつも前髪濡らしてたメイクさんに何やってるのって言われて、ちょっと濡らさせてくださいって言って、そう、いつも前髪濡らして、あの、みんなと同じ状態にしてだって申し訳ないじゃん、自分だけ綺麗でさ、みんなにその2曲でめっちゃ汗かいてんのに、ちゃ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 らんちゃんってとかで出てくるの演出大事。その汗は嘘ついてる。そうだよ、その汗は嘘だよ。そう、やってた。でも途中で解禁になったんですよ、完治した時に。で、もう嬉しかった、めっちゃ。そう嘘かい。だってさ、そうせんとさ、ねえ、懐かしい、え、懐かしいな、なんか懐かしい、
かしいミストアイドル滑らない話あるやん。え、これ滑らない？ほんまに使えそう？そう今度から汗かいてるとき違う、もうしてない、もう今はリアル汗だよ、今はリアル汗。こんばんは、ね、ほんと修行中ね、出れて本当に良かった。なんかさ、その2曲出れないのに初日出してもらえるってだいぶありがたいじゃないですか。普通2曲出れないんだったら別の子でってなると思うんですけど、なんか出させていただいてもう感謝が溢れた。そう、めっちゃ嬉しかった。うんうんうん、ね、ありがたいよな。私絶対もう初日変えられちゃうって思ってたもん。そう、嬉しかった、めっちゃありがとう。振り入れもね、終わってなくてね、振り、もう私が、いや、怪我した時はまだレッスン始まってなかったから、そう、だから、なんとか、いけた。いけた。そう、こんばんは。そう、猫アレルギーはね、出れなかったの。あの、次の日だったんですよ、猫アレルギーの。初めてのチームの。曲の MV に出れないという、私はなんていうことをやってしまったんだと思って、めっちゃショックだった。でもね、なんかね、声だけでもって言ってくださって、声だけ入ってるの、私猫アレルギーに。そう、顔は入ってないんだけど、レコーディングだけやらせていただいたの。そう、めっちゃ嬉しかった。そうなの、嬉しいよね。そう、歌だけ入ってる。そう、ピアノでしょ？嬉しかったですね。めっちゃ覚えてる。猫アレルギーの仮歌聞いたときさ、あ、めっちゃいいって思った。そう。本当にごめんね、みんな。みんなごめんね。こんばんは。フォローしてありがとう。え、嬉しい。あれ？前からいたこと違う。あ、そう、鉄のも出れなくなっちゃって、そう、もうね、タイミングが悪だったよね。そうなんですよ。でも、でもね、でもよかった、無事で自分で言うな。こんばんは、こんばんは、こんばんは。それで痛みに強くなったの。え、どうなんだろう、どうなのかな。そうかも。でもね、なんかレッツゴーに出ようとしてたの私なんかめっちゃダメだったんだけど、出ようとしてて、で、出ようとしてたから、初めて立った時に踊ってみたの。とりあえず踊れなくて、あ、もうこれダメだ、終わったって思ったの。超焦った。流れ星が踊れなくてやばいって思って、こんばんはって、やばって思った。そう、踊ってみたの無謀なチャレンジ。キラキラ光るし、レッツゴー懐かしい。やりたい。うちさ、レッツゴーのさ、リバイバル公演見てる。めっちゃ懐かしいなって思って。いた、ポキって言った。あ、ちょっとあのハンドクリーム塗っていいですか。ハンドクリーム。ただいま帰宅。おかえりなさい。こんばんは。腕折れなかった。大丈夫。腕折れてない。努力のつぼみまみのるだろう。ね、懐かしいよね。レッツゴー。星中は何してたの？あ、星になっちゃってる。星になっちゃってる。星変換できたらいいのにね、こっちで。どんなこともプラス思考で頑張ろうね。確かにプラス思考、プラス思考大事だよね。なんかさ、うち他人のことやったらさ、プラス思考で大丈夫だよとか言うんだけど、自分になるとめっちゃマイナス思考なんだよね。これあるあるかな。そんなことない？人のことはさ、なんか大丈夫大丈夫とか思うの。でもなんか自分になると、あ、無理ですってなっちゃう。こんばんは、こんばんは。
こんばんは。わかるくらい。あ、入院中？保守中？あ、え、何してたかな。え、でも何してたか。でも10日間だったからね。最初は5日ぐらいはもうやばやばくてもうあれでやべってなってたけど、7日目くらいからなんか普通に元気になった気がする。こんばんは。もうさ、なんかもう暇とかじゃなんかさ暇とかじゃなくて、もうなんかもうなんか偉すぎて、あ、偉い、あ、また岡山弁使っちゃった。あのさ、岡山弁さ、きついのこと偉いって言うんだよね。そう、偉いでしょとかの偉いじゃなくて、きついことを偉いっていう、しんどいみたいな。そうそう、それそうで、え、でも私その時にね、なんかね、あのね、え、そう、吐き気やばい、吐き気っていうか吐いちゃうんですよね。そう、初日めっちゃ吐いて、え、やばいんですよ、もうね、やばいの。こんばんはこの話して大丈夫かな、吐くとか言っていいのかな。え、なんか多分脳がぐるぐる回ってたのかな、落ちたから、わかんないけど、そのせいかわかんないけど、めっちゃ吐いちゃうの、勝手に。そう、勝手に吐くんですよ、やばいと思って。そう、びっくりするよね、え、どうしようみたいな。そう、あ、やっぱ吐き気するんだみんな。そうなんだ、すごいよね。あ、そう、脳震盪なのかな、なんかめっちゃ吐き、もうさ、吐いちゃうの勝手に。そう、めっちゃ申し訳ない。こんばんは。ご飯ね、3日間食べてない。3日間、ご飯3日ぐらい食べてなかった。でもお腹空かなかった。あ、やっぱ頭って吐くんだ。そう、でもね、最後の方にね、クリームソーダ飲んだなんかレストランみたいなのがあって、そこに行ったんですよ。それでクリームソーダ飲みました。美味しかった。あとラーメン食べたそう、ラーメンとクリームソーダ食べました。そう、めっちゃ美味しかった。え、今日コロナになった、大丈夫？心配、大丈夫ですか？大丈夫。そう、レストランあった。あとさ、なんかご飯、最後の方ご飯が出てきてくれたんですけど、なんかなんだっけ、ナスビが出てきたんですよ。で、うちナスビめっちゃ嫌いなんですけど、それでナスビがめっちゃ好き、ご飯が美味しすぎてすっごい美味しかった。全部最後の方ハンバーグとかも出てきたよ。クリームソーダはやっぱ美味しいね。あ、お腹空いてきた。え、うちナスビ嫌いな食べ物、カブとナスビとヌタまだクリームソーダ好きなの？大好きだよクリームソーダね。足しびれちゃった。むく。カブはね、カブサギにあって嫌い。カブだと、ん？ジャガイモだと思って食べたらカブだったから嫌いになっちゃったの。カブに騙されたんだよ。そう、カブ詐欺にあった詐欺師カブ。そう、カブなんだっけ、おばあさんとかカブみたいなのなかった、話みたいな。大根は好き、カブはね嫌い。豚肉は好き、好き。かぶ、あ、そう、麦茶と思ったらめんつゆみたいな。そうそう、それ、そう、あ、大きなかぶだ、大きなかぶだ。そう、それでかぶ嫌いになった。だってさ、口はさ、うちの口はじゃがいもが来ると思って喜んでたんですよ。そしたらやってきたのはかぶだったんですよ。うぃってなっちゃって、それで嫌いになっちゃいました。でも今は食べれる気がする。大きな株の木の下で、なんか違うな。嫌いなトマトが毎日出て嫌がらせかって文句言ってやりました。文句言っちゃダメだよ。
こんばんは。栗だ。そっか。でもめっちゃ美味しかったな。なんかさ、病院のご飯ってまずいって聞くじゃないですか。私初めて入院したんですけど、めっちゃ美味しくって衝撃を受けました。にょ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 って美味しいってなった。そう。あ、それかあれかな。私怪我だったから美味しかったのかな。味が普通だったから。分かんないけど。体調が悪かったら薄くなってまずく感じるとか。そっち？そういう系なのかな。分かんないけど、私は普通に美味しかったですね。めちゃくちゃ美味しかった。写真撮っとればよかった。全然写真撮ってなかった、その時。こんばんは。あ、外科だからか。関係ないのかな。あ、カロリー制限してないか。そういうことか。めっちゃ美味しかった。ナスビとカブと豚といった気が、え、豚って言ってない。あ、ぬた、ぬたぬたぬたです。ぬたって知ってますか。ぬたっていうのがまずいんですよ。そう、なんかあのね、めっちゃまずいの、ぬた。そう、ぬた、なんかぬためっちゃまずいの。わかんない。でも美味しいのかもしれないけど、うちの給食に出てたんですけど、それはちょっと無理だった。そう、こんばん、こんばんは、こんばんは。そう、ぬた、そう、ぬた出た。ギリギリ間に合った。こんばん、こんばんは、こんばんは。なんかね、出てきてたの、給食で。で、うわー、来たーって思って。そう、来たーって思って。今日は寝れそう。今日ね、寝ないとね。なんで寝れないのかな、最近。何が原因なんだろうか。みんなもありますか、寝れない時。昨日マジでね、やばくない。え、普通にやばいですよね。お布団入ったら4時間経過してたんですよ。まだ寝てないやないかーいって思った。そう、暑いからかな、わかんないけど、なんでだろう。ジョージを抱きしめて寝ましょう。わかった。ジョージくんを抱きしめて。カフェイン取ってない、取ってない。カフェインって何？コーヒーってこと？コーヒー飲んでない、今日。今日っていうか、いつもそんなコーヒー飲んだ、ないな。飲んでない、飲んでない。レッドブル飲んでない、飲んでない。濃いめのお茶とか飲んでないの。なんでだろう。布団の中で何考えてたの。え、なんか最初は寝なきゃって思いながら、なんか昔の映像とか見て遊んでたの。懐かしいなみたいな感じで。で、でもあれ、でもダメだと思って一回消えたびて、で寝よう。んやとにかく4時間経ってたわけですよ。そう、テレビ見てたらすぐ寝る。あ、なるほどね。それもいいね。勉強すると眠くなる。なるほど。それだよ、寝れないの。あ、やっぱ映像見るからね。そっか。だって映像、だってさ、違うんだよ。ずっとさ、こうやってやったんだけど。あー、無理だーってなって起きちゃったんだよ。4時間あったら岡山行けちゃう。確かに！岡山は3時間で行けるんだもんね。確実に携帯が原因？じゃあ分かった。一切携帯触らんままお布団入った方がいいか。無理に寝ようとすると寝れない。羊は数えなかった。うん、数えなかった。そう、眠れる動画流して。あ、そうだね、そうしよう。スマホ見ると覚醒する。あ、じゃあ覚醒してたのかな、昨日の晩。サボさんに羊数えてもらったら、え、絶対寝る、絶対寝れる気がする。あのさ、ハニハモ配信のさ、サフさんのさ、なんか、なんだっけあれ、なんだっけ、あのイヤホンでさやるやつのめっちゃ声いいよね。あ、ご近所さん、こんばんは。ご近所ごめん、配信中に寝てた。あ、全然だよ、大丈夫。今何時？あ、まだ大丈夫、あと5分や。全然寝てない。今日遅い、昨日も今日も遅い時間にしちゃって本当申し訳ない。そう、ささやきいいよね。脳が興奮する。あ、そうなんだ。あかんですな、めっちゃ手が割れてる。
あとね、こんばんは、こんばんは。ずんちゃんに連絡。この前さ、間違えてすずはちゃんに電話したことある。やべえって思った。なんかお母さん可愛くなったって思ったらすずはちゃんだった。そう、テレビ電話かけちゃって間違えて。なんかちょうどすずはちゃんと LINE してたから、その流れでかけちゃったの。あ、全然10時とかで、やばって思って。そう、なんか出るの早かったんですよ。で、え、今日お母さん出るの早いやん、いいやんって思ったらさ、なんか画面に映った人がすっごい美白なの。めっちゃ美肌で綺麗で、お母さんめっちゃ美肌じゃんって思ったらすずはちゃんだった。めっちゃ美肌だったんだよ。お母さんがこんな美肌なわけないじゃんって思った。そう、なんか可愛くなったって思う。一瞬で理解できないの、人間って。人間ってすぐ理解できないから、そう、そう、理解できなくて、だから一瞬わかんないの、間違えてることに。あれ、もう肌綺麗だなとか、可愛いなと。え、確かに先輩じゃなくてよかったよね。だって先輩とかにかけちゃったらすぐ、ってなるじゃん。急にテレビ電話かけてさ。そう、めっちゃね、一瞬で分かんなかった。それこそさ、チーム B ラインとかチーム B でライン、チーム B とかやったらもうやばいよね。恥ずかしすぎてやばい。一回やったことあるからさ、電話はしてないけど、なんかチームラインに間違えて送っちゃったことあるからさ、もう二度とやりたくない。カラオケ配信して、うん、またやるね、やるね。電話はかけてないけど、あの、この前言ったさ、なんか大戸屋のメニュー迷ってて、大戸屋のメニューをチーム4ラインに送ったことがあるの、昔。やべって思った。なんかそれもお母さんに LINE しようとしてたのかな、なんかどれにしようみたいな。自分で決められなくてで、やばいですよね。でも既読がね、ちょっとしかつかない合間に私が消したんで大丈夫でしたけど、超恥ずかしかった。そう。めっちゃ恥ずかしいでしょ、マジで。でもむしろ大戸屋でよかった。だってさ、それでさ、自分のさ、鏡に撮った写真とか、今日の服これで大丈夫かなみたいなさ、お話し会の時とかさ、迷っちゃうの、服が。それで写真撮って母さんとかに送って、これで変じゃないとか聞く時があるわけ。それをさ、チームフォーラインになったら、これ変じゃないとか。ちょっと危なって思う。こんばんは。確かに誰が見たんだろう。既読した人わかんないもんね、あれ。超恥ずかった。そう、だから気をつけないと。いや、大戸屋のメニューもだいぶ恥ずかしいよね、確かに。こんばんは。なんかお祭りみたいじゃない？これさ、隅田川じゃない？もしかして、なんか背景、ショールームの背景。だってスカイツリーらしきものあるよ。ね、隅田川だよね。だって屋形船もあるし。五バカグループラインの醍醐味。ね、醍醐味も五大味って言っちゃうんだよな。え、醍醐味で合ってるよね。いつもどっちか分かんなくなるんだよね。五大味って言ってたの、昔。で、毎回お母さんに訂正されてるの。醍醐味ねって。五大五天皇じゃん。そう、五大味って言っちゃう。なんか似てない？醍醐味と五大味って。友達に電話したつもりで上司に。やば。え、うちはお兄ちゃん勘違いして LINE してたことあるよ。なんか2番目のお兄ちゃんに電話してる、電話じゃない、 LINE してる内容だと思ったら、1番目のお兄ちゃんと LINE してたことある。あれ、これ違うやんって思って、なんか話通じないなって思ったらな、違う方にしてた。だってさ、お兄ちゃんの LINE の名前表記、お兄ちゃんってしてるんやもん。どっちもお兄ちゃんってしてるから、いつも間違える。トップガで見分けないと。そう、お兄ちゃん、お兄ちゃんにしてる。で、父さんは父さんにしてる。あ、ランキングしないとだ。そうだそうだ。なんかさ、名前にしたらさ、なんか嫌じゃないですか。万が一見られてさ、あれ？
ほりちゃん男の人と LINE してるって思われたら嫌じゃないですか。まあ、そんなの思わないかもしれないけど、万が一万が一万が一奥が一だから怖いから、お兄ちゃんなのどっちも。でもさ、それだと分かんないんだよね。確かに長男と次男にするわ、今度から。今度からそうします。ではランキングしていきたいと思います。あっという間の1時間だ。ではいきたいと思います。第13位は大地さんです。ありがとうございます。12位はクリームアンピーさんです。ありがとうございます。11位は歌詞アットマーク推しが何人かいる人さんです。ありがとうございます。10位はトラサポさんです。ありがとうございます。9位はアディダッチャンさんです。ありがとうございます。8位はプンプン丸さんです。ありがとうございます。7位は三毛猫アットマーキゆたんぽさんです。ありがとうございます。6位は花ちゃんさんです。ありがとうございます。5位は J さんです。ありがとうございます。4位は P ちゃんさんです。ありがとうございます。3位は青森のあきらさんです。ありがとうございます。2位はコマネコマニアのじいさんです。ありがとうございます。そして第1位はゆうまさんです。ありがとうございます。以上が今日の1位から13位の皆様の紹介でした。ありがとうございます。次はギフトくださった方の名前を呼んでいきたいと思います。やばい、頭にラメついてる。さっきラメ触った頭でん、ラメ触った手で頭触ったから頭がラメだ。ラメヘッド。プンプン丸さん、大ちゃんアットマーク、ハピネスさん、マーボーさん、ガッチさん、ユッチッチーさん、ハヤトさん、ミットちゃんさん、マッスンさん、ミットちゃんさん、青森のあきらさん、ライダーさん、矢野たけしアットマークおりちゃんほんとかわいいなさん、まさきアットマーク山口さん、ジェイさん、そらさん、マーチアットマークなーさん、ゆっちっちーさん、のぶさん、ぴーちゃんさん、パンチョさん、ふみおさん、オクタゴンさん、バルスアットマークぴょんずさん、こまねこむにゃのじいさん、おんかわさん、ぴーちゃんさん、ともさん、ともさん、ムハンマドハビブマンマンマンナンさん、ポンタ428さん、オンカオさん、カシアットマーク推しが何人かいる人さん、アディダッチャンさん、カズナリさん、クリームアンピーさん、ハートマーアットマークお日様さん、待機中に酸素は 21% さん、アナノさん、プンプン丸さん、さやかさん、コマネコマニアのじいさん、ノンタさん、渋谷淳さん、大地さん、イソピョンさん、ヒーちゃんアットマークつむじさん、はなちゃんさん、小田さん、ジェイさん、アイちゃんさん、セヤリン丸さん、イケネコアットマーキュータンパさん、ユッチッチーさん、ウエピーさん、ジェイさん、コジアスさん、月曜の豚さん、IPA さん、タンタンさん、ユーマさん、中川くんさん、アスマさん、水泳塩坊主フラマーサヒカワイン北海道さん、翼欲しいさん、セヤリン丸さん、ジェイアットマークノーボディーノーズさん、水族館さん、トトさん、オッチーさん、マイスキーさん、ダイチさん、フミオさん、メロディーさん、串刺しおにゃんこさん、ケンジロウさん、タヌキさん、トキオさん、タカさん、メガネさん、トシノリさん、ヨッくんかっこタカノッチさん、ヒロユキさん、ショウヘイさん、ナオさん、アツシアットマークズンカオシさん、ツバサオランチャラさん、クロドイコールルシルフルさん、新京親父さん、ウラカンさんです。聞いてありがとうございます。今何分？あと2分ある。聞いてありがとうございます。嬉しいです。爪見せる人、きっとありがとうございます。ということで、皆さん今日も私のショールームを見てくださったり、今日もメールを読んでくださったり、一日応援してくださったり、今日も本当にありがとうございました。じゃあ明日のラッキー占いは、ネイル？マニキュア、マニキュアネイル？ネイルをしている人を見るとラッキー。あ、また髪にラメが。なるのでぜひ試してみてください。あの、誰か一人の見るでもいいし、ね、いるって10回唱えるでもいいです。ぜひ試してみてね。そして皆さん、この後ゆっくりできますよって方はゆっくりして、やることがある方とか夜勤とかある方は応援しているので頑張ってください。応援してます。あと1分だ。みんなありがとう。あ、髪の毛用のラメあるかも。それかわいい。